はい、ではトワイライト装備福引きやっていきたいと思います。まあ、こちらは何が出ても嬉しい感じですね。まあ、武器がもちろん一番欲しいんですけれども、まあ、防具の方も特技 HP 回復効果プラス 2% やターン開始時 MP を 2% に回復するがあるので、まあ、これそれぞれについてるので、まあ、全部つけられればかなり上がると思うので、まあ、どれが出てもっていう形ですね。まあ、トワイライトブルームに関しては、まあ、回復以外の効果がどれだけ有効か取れれば検証していきたいと思います。ではやっていきたいと思います。結構マイルのやっぱ上限が3万になったので、かなり貯めやすくなりましたね。で、虹色が1個出てて、もう1個出てくれましたね。まあ、どっちかピックアップが出てくれればいいんですけれども。違うニューですね。やっぱり新 SP はまだあんまりガチャやってないので、全部が揃ってないので、まあ新しいやつは何でも嬉しいんですけれども、まあ今はピックアップが欲しいですね。さあ外貨ですね。はい、では続けてやっていきたいと思います。これもキラキラしてますね。1個ぐらい出てくれれば。出てくれましたね。まあ1個ぐらいと言いつつ、2個3個出てくれるのをちょっと期待してるんですけれども。まあ確率以上に出てくれてるので、虹は嬉しいんですけれども、そろそろ虹が出てきてるうちに、ピックアップが欲しいところですね。お、出てくれましたね。では続いてやっていきたいと思います。今回はちょっとオール銀でちょっと厳しいですかね。ダメでしたね。これもちょっと厳しい感じですかね。はい。まあとりあえずはピックアップ一つ出てくれて、まあそうですね、あとはまあこれの効果とかが、まあ、武器の効果とか、ちょっと分かってくれば、まあ、追加で引くか引かないか、っていう感じですね。まあ、マイルも貯めつつ、ちょっと考えていきたいと思います。ではよかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではご視聴ありがとうございました。